バルダン、こんにちは。今回は楽しい旅行のお悩み解決、クロアチアお土産第1弾、500円以下で買えるバラ巻きお土産についてご紹介します。この動画を最後までご覧いただくと、おすすめのバラ巻きお土産をどこで買ったらよいかが分かり、短いご旅行でご自身の楽しみのために使う時間が増えます。またスーパーなどではドイツやオーストリアなどの商品も多く売られているため、クロアチア土産だと思ったら実は外国メーカー製品だったということもよくあります。買いやすい順番にクロアチア各地のスーパーで買えるお菓子類、調味料、スープの素、ハーブミックス、ハーブティー、ビタミン飲料、トリュフ風味のチーズやポテトチップス、ジャム、アイバル、オイルサーディンとビール、ワイン、蒸留酒、ドラッグストアで買えるプチプラコスメ、青空市場や露天スタンドで買える雑貨や小物、メーカー直営店など売っている場所が限定されている伝統スイーツ、上質チョコ、塩田グッズやキッチン付近、広場で不定期開催される物産展常連のプチプラコスメや調味料、そして最後にクロアチア在住日本人主婦に大人気の塩や記念切手など充実の内容でご紹介します。まず最初にご紹介するのは、クロアチア最大大手のお菓子メーカー、クラッシュ社のお菓子です。クロアチア各地のスーパーマーケットで必ず売っている定番です。クロアチア各地に約20店舗あるクラッシュ社の直営店でも買うことができます。クロアチアで国民的手土産の鉄板定番といえば、チョコレート菓子のバヤデラです。チョコレートとヘーゼルナッツクリームの激甘スイーツです。様々な大きさのパッケージが買えます。美味しいかどうか試してみたいときは、クロアチア各地にあるクラッシュ社の直営店で1個から量り売りで買えます。バヤデラは1粒肉なちょっとでした。合わせて他の定番個包装粒チョコも直営店で1粒ずつ買ってみました。6粒の合計は11クーナー、約 1.5 ユーロでした。ちょっと手間ですが、自分で小袋に詰めてばらまいてもいいなと思いました。クラッシュ社2つ目は普通の板チョコドリナシリーズ。こちらも美味しいと大量買いされるお客様も多くいらっしゃいます。最近は各種スイーツとのコラボ商品も販売され、種類豊富で目移りする楽しさです。 100g のものが10クーナ、約 1.3 ユーロ程度です。3つ目はチョコレートウェハースチョコナポリタン家。チョコレートがコーティングされた、なんということはないウェハースなのですが、チョコレートが甘すぎず軽くて美味しく人気です。頼まれてわざわざ日本に空輸したこともあります。 250g 入り20クーナ、約 2.7 ユーロと 500g 入り約30クーナがあります。4つ目はクロアチア版キットカット風トルティツァ、25グラムの個包装で、お値段も1つ当たり3クーナ、約40セントとお手頃で、まさにバラ巻きにぴったりです。クランチーやホワイトチョコのココナッツ味のほか、10個入りで75グラムのミニサイズパックなどの関連商品もあります。ここまでは定番なのですが、夏はチョコレートが溶けるので要注意です。クラッシュ社5つ目はブロンヒ、キャラメルのようなソフトキャンディーなのですが、ミント風味です。クロアチアではのど飴的に食べられる定番商品です。 100g 入り8クーナ、約1ユーロと 200g 入り14クーナ、約2ユーロがあります。またこちらはクラッシュ社ではありませんが、ズデチェボ社のピスタチオクリーム入りチョコレート、ちょっと気になったのでスーパーで買ってみました。 150g で19クーナ、約 2.5 ユーロ。箱は高級感があっていいなと思ったのですが、中身は私にはちょっと甘すぎなのでリピートはないなと思いました。次にご紹介するのは、クロアチアの大手加工食品メーカーポドラブカ社の商品です。こちらもクロアチア各地のどのスーパーでも必ず売っている定番です。一つ目はベゲタです。日本のテレビでも冷ややっこにかけると美味しいと紹介されたこともあり、 Amazon や楽天でも販売されているので、ご存知の方も多いかもしれません。クロアチアの国民的スパイスで、クロアチアではどの家庭にも必ずあると言われ、人によっては何を料理するにも必ず使うという必需品。
コンソメや鶏ガラスープの素のような感じで、日本人にもファンが多いようです。150g の袋入りからプラスチックボトル入り、復刻版パッケージなど、様々なサイズやパッケージがあって、お値段は14クーナ約2ユーロから。この夏はクロアチア6都市のデザインのご当地感が新登場。ザグレブ、プーラ、シベニック、ドゥブロブニク、スプリット、そしてコプリブニツァの6バージョンがあります。あまり聞いたことがないコプリブニツァには、このポドラブカ社の本店があります。ポドラブカ製品2つ目は粉末スープの素です。調理が必要なものからカップに入れてお湯を注ぐだけのタイプ、両方あります。いろいろな種類がありますが、クロアチアっぽいのはこのダルマチアスープとスラボニアスープです。ちなみにユキコさんのお気に入りはお祝いスープです。私が気になって今回買ってみたのはポルチーニ茸とそば入りの具沢山スープ。英語の説明がない商品もありますが、袋記載の分量のぬるま湯に入れて混ぜながら15分程度弱火で煮込む感じです。お値段は1袋あたり7クーナから10クーナ、1ユーロから約 1.5 ユーロです。スーパーで気軽に買えるバラ巻きお土産、まだ続きます。1つ目はダルマチアハーブミックス。クロアチアのアドリア海沿岸、ダルマチア地方に育つローズマリー、バジル、タイム、マジュラム、オリガノ、ウィンターセイボリーなどの乾燥ハーブのミックスです。肉料理や魚の香草焼き、パスタソースにも大活躍です。料理に取り入れるといつもの料理がちょっとおしゃれにワンランクアップ。我が家の常備アイテムです。 12g 入り7クーナ約1ユーロの袋入りのほか、ガラス瓶入りもあります。写真はスプリット近郊のナダリーナ社のものです。スーパーで買えるバラ巻きお土産、2つ目はハーブティーです。お茶といえば紅茶よりハーブティーやフルーツティーの方が日常生活に溶け込んでいるクロアチア。ティーバッグのものならスーパーで手軽に買えます。お値段は20袋入りで11クーナ約 1.5 ユーロから。ビタミン C 豊富で美肌効果があると言われているローズヒップの他にもカモミールやミント、セージなどが一般的です。セージティーは口内消毒用や病気の時のうがい用に我が家の常備アイテムです。ちょっと変わったところでは、西洋イラクサ、別名ネットルが花粉症緩和に効果があると言われています。この他にもダイエットやデトックス、生理痛緩和など紅葉別の各種ミックスティーも見かけます。茶葉タイプのものは自然派コスメ店や自然派薬局のほか、青空市場で購入することができます。スーパーで買えるバラ巻きお土産、3つ目は粉末ビタミンジュースの素、セデビータです。ラムネタイプのキャンディーやアイスキャンディーなどにも展開しているクロアチアの国民的清涼飲料で、もともとは製薬会社プリバ社が製造。発売初期の頃は薬局で販売されていた歴史もあり、クロアチアではビタミン豊富で健康に良い飲み物と信じられています。ちょっとカジュアルなビジネスミーティングなどに行くと、コーヒー、紅茶、それともセデビータと聞かれることもあるぐらい、クロアチア生活に浸透しているドリンクです。カフェで頼むこともできます。オレンジやレモンなど各種フレーバーがあり、さまざまなサイズが売られています。 200g 入り14クーナ約2ユーロからです。4つ目はトリュフ風味プロセスチーズです。高級食材トリュフが 1% 入った食べやすいプロセスチーズで、パンのスプレッドにぴったりです。賞味期限も意外に長く便利です。タルトゥフとはトリュフという意味。ズデンカ社はクロアチアの乳製品大手メーカーです。他にもオリーブ入りや地中海ハーブ入りなど、クロアチアらしい製品もあります。プレーンタイプのものはどのスーパーにも必ず売っていますが、トリュフ風味チーズは大きめのスーパーでないと売っていないかもしれません。確実に買えるのはザグレブ中心部の青空市場ドラツ地下の直営店です。お値段は 140g で15クーナ約2ユーロ。トリュフ風味はちょっと高めで22クーナ約3ユーロが目安です。5つ目はトリュフ風味ポテトチップスです。空気が程よく入っているのでかさばりますが、それほど割れません。大規模スーパーのほか、お土産物屋さんやグルメ食材店で売っています。
スーパーで買うと今回のバラマキ用として設定した25クーナ約 3.5 ユーロギリギリの値段で買えます。ここからはスーパーで買えるバラマキお土産ですが、重かったり割れ物だったりするもの編です。一つ目はジャムで、イチジクのジャムも人気です。ディダボジャシャやノナブランドのものなどがクロアチアのブランドです。イチジクジャムのほか、ダークチェリージャムなどは日本の通販サイトでも購入できます。この写真でノナブランドの横にあるバキナタイナブランドは隣国セルビアの商品です。内容物の表示は 230g ですが、瓶が重いので全部で 440g ありました。値段は22クーナ約3ユーロからです。同じノナブランドの黒オリーブのペーストはスーパーでギリギリアウトの 25.5 クーナでした。この値段は安売り価格ではなく普通のお値段でした。パンやクラッカーにのせたり、野菜スティックにつけたり、パスタソースにして食べると美味しいです。2つ目は旧ユーゴ各地で人気のアイバル、赤パプリカとナス、ニンニクや唐辛子のペーストです。クロアチアではチェバピなどのグリル料理の定番付け合わせですが、パンにつけて食べても美味しいです。リューティのスパイシーバージョンとブラギのマイルドバージョンがあります。青空市場のスタンドで自家製のものが売られている場合もあります。 300g からお値段は15クーナ約2ユーロくらいからです。ポドラブカ社やズビエズダ社、ディダボジャ社はクロアチア製です。可愛いラベルのバキナタイナは隣国セルビアのブランドです。3つ目はオイルサーディン、アドリア海のイワシの缶詰のオイル漬けです。保存食で健康効果も高く、缶を開けてすぐに食べられて気楽です。アドリア海のイワシはヤドランスカサルディーナと呼ばれます。オイル漬け、オリーブオイル漬けのウ・マスリノボン・ウリュのほか、各種野菜が入ったもの、ス・ポブルチェンなどの種類があります。私は野菜入りよりプレーンなものの方が好きです。オリーブオイル漬けのものはちょっと高めです。水色の箱のものはオイル漬けではなく塩水漬けです。ご覧のものはスーパーで普通に売っているクロアチアブランドのものです。今回はプーラの円形闘技場デザインのものも売られていました。イストラ半島のロビニュの青空市場にはメーカー直営店があり、限定の可愛いパッケージのものがたくさん売っていました。 100g 8クーナ約1ユーロからが目安です。4つ目はクロアチアのご当地ビールです。クロアチアのビールもビール好きな方に喜ばれます。スーパーで販売されているものは大手メーカーのものがほとんどですが、クラフトビールもあります。クロアチアの大手スーパーマーケットコンズムのウェブショップで見つけたクロアチアのクラフトビールにはご覧のものがありました。ゆきこさんの情報ではスプリットエリアではバルバというブランドが人気だそうです。お値段は330ミリから15クーナ約2ユーロ前後です。お酒の品揃えの良いザグレブのブルータクなどの店や直営店に行くと、さまざまな種類のクラフトビールが買えます。クロアチアのご当地ビールについては別動画をご用意します。5つ目はお土産に大人気のワインです。バラマキ用には中級レベルのワインが187ミリ入りの小瓶もあり、1本10クーナ約 1.5 ユーロと手頃に買えます。6つ目はクロアチアの蒸留酒ラキアの小瓶です。プラムやブドウなどの蒸留酒でアルコール度が40度ぐらいのラキアから、甘めでアルコール度が 20% ぐらいのリキュールまでいろいろな種類があります。クロアチア大手メーカーバーデル社やマラスカ社の100ミリ入りの小瓶なら10クーナ約 1.5 ユーロからです。スーパーではレジの近くで売っていることが多いです。青空市場や物産展でもお手頃価格のものが買えます。写真のものはマラスカ社の薬草酒ペリンコバッツと蜂蜜入りリキュールメディザです。他にもプラムのシュリボビザ、ブドウのグラッパコモビザ、ハーブ入りトラバリザ、クルミフレーバーのオラホビザ、洋梨フレーバーのクルシコバツ、サワーチェリー入りビシュネバツなどがあります。詳しくは別動画でご紹介します。お酒関係ではザグレブではブルータックと呼ばれる倉庫型量販店が充実しています。
ちょっと小規模店になりますが、ザグレブの中心部では青空市場ドラツから大聖堂に行く途中、右手にブルータックの店舗があります。お酒類は 760ml×3 本、トータルで 2280ml 以上日本国内に持ち込むときは関税がかかるので、入国の際に申告が必要になります。ワインやビールなら超える容量部分に対して1リットルあたり200円の関税がかかります。続いてドラッグストアで買えるバラマキお土産です。クロアチア各地でよく見かける DM はドイツ系ドラッグストアですが、クロアチアの商品も取り扱っています。バラマキお土産に便利なものではリップクリームやハンドクリーム、ソープなどがあります。クロアチアのブランドではホーリープラントやオリバル、ビオバーザ、アピメル、ラバンデルなどがあります。クロアチア各地の青空市場や露天スタンドでもバラマキお土産を買うことができます。ザグレブなど内陸部では安めですが、アドリア海沿岸地方では高めなので25クーナを超えることが多いかもしれません。一つ目はラベンダーの小袋です。ワードローブの香りだけでなく防虫効果もあるラベンダーの小袋、大好評で、もっと大量に買って帰ればよかったとご感想いただくこともあります。刺繍などが施された可愛い袋のものは値段が上がりますが、実用性の高いシンプルな小袋のものはぐんとリーズナブルな値段です。ラベンダーはウバール島が有名ですが、クロアチア内陸部の各地でも生産されていて、アドリア海沿岸だけでなく内陸部の青空市場やお土産物屋さんでも買うことができます。2つ目はクロアチアの首都ザグレブのシンボル、スルゼです。オリジナルのものはハートの真ん中に小さな四角い鏡が貼り付けてあるタイプで、男性から女性に愛の証に贈られたもの。僕のハートにはこの鏡に映っている人、つまり受け取った女性がいつもいるんだよという臭い演出です。ハート型だけでなく様々な形をしたジンジャーブレッドオーナメントはユネスコ無形文化遺産にも登録され、クロアチア各地のお土産物屋さんで売られています。壊れやすいので厳重に梱包しましょう。3つ目はプロポリス製品です。屋台の蜂蜜屋さんでも売っているプロポリスは我が家の常備アイテムです。すごくまずいですが、咳が出るときや喉の調子がおかしいときに喉の奥をめがけて数滴垂らして飲み込むと効果的です。濃度の濃いものはお値段がちょっと高くなります。殺菌効果があるプロポリスクリームは肌にトラブルがあるとき用です。25クーナー以上になりますが、前日のドラッグストア DM でも売っています。ここからはメーカー直営店やセレクトショップで買えるバラマキお土産です。一つ目はダルマチア地方を中心に17店舗展開するダルマチア製品のセレクトショップウイエ。クロアチアリピーター様の自分用お土産に人気のビターオレンジピールアランチーニやレモンピールリムンチーニ、イチジクスイーツスモークベニャックの小袋が販売されています。このほかイチジクやレモン、ダークチェリーのジャムも小瓶で売っています。2つ目はスプリットのマイクロチョコプロデューサーナダリーナ社のダークチョコレートです。ラベンダー入りやドライチジク入りなど、ちょっと変わった高級チョコレートの草分け的存在です。板チョコにしてはちょっと高めですが、ダークチョコは上質で大人の美味しさです。お土産にもらってお気に召された方から大量に郵送を依頼されたこともあります。スプリットの本店では各種プラリネもあり、スプリットへ行ったら必ず立ち寄るマイ定番です。ザグレブではチョコミュージアムでも販売されています。3つ目はニンの塩田ショップ製品です。フラワーソルトや塩チョコなどおすすめ商品はいろいろあるのですが、25クーナー以下で買うことができるのはハーブ入りの塩とバスソルトの小袋です。ザダル郊外のクロアチアの古都ニンの塩田の直営店のほか、オンラインショップで買うことができます。他のお店でも売っていますが、お値段は高めです。バスソルトの小袋はクロアチアのハードチーズの有名店グリゴラ社が経営するザグレブのセレクトショップでも販売していたので、クロアチア各地に10店舗展開するグリゴラ社の直営店でも買えるかもしれません。4つ目はリネンメーカーテーテーテーのキッチン布巾です。
以前はザグレブの中心地ドラツ市場近くに直営店があり、テーブルクロスやエプロンなど上質でデザインも可愛くお手頃価格のものが人気でしたが、残念ながらコロナで撤退。ザグレブ中心部からトラムで西に5駅の直営店に行けば充実のラインナップですが、ザグレブ中心部のお土産物屋さんでのお値段は高めです。ザグレブ中心部ではイエラチッチ広場からすぐそばの旧ユーゴの歴史を感じる庶民派大型店ナバ3階のインテリア雑貨フロアで 5,6 種類販売されていて、1枚25クーナ約 3.3 ユーロで購入することができました。ザグレブでは東部のクヴァテルニコヴ広場店にもあるそうです。カフェ文化が地元の暮らしに根付いているクロアチアの最も老舗のコーヒーメーカーといえばフランク。フランクのコーヒーはクロアチア各地のスーパーなどどこでも買えますが、ザグレブ中心部にフランクのアンテナショップが2022年2月に誕生。ちょっとおしゃれな雰囲気でフランクのコーヒーをお土産に買うことができます。続いて街の中心で不定期に開催される物産展で買えるばらまきお土産です。コロナの影響でザグレブのイエラチッチ広場での物産展は長らく開催されていませんが、物産展に遭遇したら生産者から直接お手頃価格で商品を買うことができるので絶対に見逃せません。写真はザグレブのナチュラルコスメディブリツビット社のコスメです。オリーブオイルベースの各種手作りソープは様々なエッセンシャルオイル配合で使うたびにいい香りが感じられます。こちらはオリーブオイルベースのリップクリーム、直径1センチくらいのプラスチック容器に入っていて、リップのほか髪や肌の乾燥が気になったらあちこちに塗っています。小さくて軽いのでいつもカバンの中に筆形で大活躍のプチプラコスメです。この他の製品も優秀なのでクロアチアのお土産コスメ編でご紹介します。こちらの写真はガラナトゥーラ社の蜜ろう入りリップクリーム、リピーター様にも人気です。ガラナトゥーラ社はミツバチ製品を中心とした自然派クリームのブランドで物産展の常連です。3つ目はパンプキンシードオイル。日本ではまだあまり知られていませんが、かぼちゃの種パンプキンシードのオイルはクロアチアの定番です。我が家でもいつも常備していて豆サラダに必ず使います。コクのある独特の味わいで健康効果が高いのもポイントです。ホテルやレストランでサラダをオーダーした時に頼むとお試しできることが多いです。お手軽な 100ml 小瓶は残念ながら物産展以外ではあまり見かけないので、見かけたら即ゲットがおすすめです。 250ml 以上の瓶ならスーパーでも普通に売っています。値段は公共エキストラバージンオリーブオイルと同じぐらいとお安くはありませんが、サラダ1人前なら大さじ1杯程度しか使わないので案外長持ちします。最後はどのカテゴリーにもちょっと入らなかったお土産3つです。1つ目はストンの塩です。南部ダルマチア地方でしか買えないストン塩田産の塩は旨味があるとクロアチア在住日本人主婦の間で大人気です。クロアチア旅ソムリエの2人もドゥブロブニクに行くと必ず買って帰ります。このストンの塩田は2005年日本で開催された愛知9博のクロアチアパビリオンのテーマにも選ばれました。大量に選ばれたストンの塩を何度も行って失敬したとおっしゃる地元在住の方もいらっしゃいました。ダルマチア地方で展開する地元スーパーペモで1キロ入りのものが約10クーナ 1.5 ユーロで買うことができます。2つ目はパンです。何の変哲もないごく普通のパン屋さんのパンが意外にお土産に人気です。かさばる上賞味期限も短いですが、クロアチアのパンが美味しいと旅ソムリエのマリコもわざわざ自分用に買って帰りました。私、サチュの父もお気に入りで、毎回一時帰国のために必ず買って帰ります。最後は記念切手です。軽くて小さくて安くて、絶対にクロアチア以外では手に入らないだけでなく、暗いところで光るものや、こすると匂いがするものなど、マニアでなくてもそそられます。ザグレブでは、ユリシチバ通りの郵便局が充実しています。去年、プーラに行った時は、飲みの市で友人がシートごと何枚も爆買いしていました。予想外にボリューム満点となったクロアチアのばらまきお土産、いかがでしたでしょうか。クロアチア製品の見分け方は、商品表示の原産地表示、ゼムリア・ポッドリエトラ
果、フルバツかクロアチアと表示されているかどうかです。こんないかにも外国製みたいな商品がクロアチア製なこともあります。この情報は2022年8月現在の情報です。値段はもちろん、購入できる場所や品揃えなどはどんどん変わりますので、お気づきの点がございましたらコメント欄にぜひお願いします。悩みの種のバラ巻きお土産はサクッと済ませ、クロアチア旅行を満喫していただけるお役に立つと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画まで、さようなら。フバーラドビジェニャン。